はいどうも、山木です。今日はちょっとね、気をつけてねっていう話をしてみようかなと思います。俺ね、今車初心者マークなんですよ。でね、3年前の春3月です。で、あるとこに泊まりに行ったんですよ。で、泊まりだからね、夕方から酒飲み始まって、まあでも俺結構飲む方だから、ボトル一本はやっつけましたかね。で、次の朝ですよ。次の朝ね、まあゲストハウス、泊まったとこはゲストハウスだったんで、で、夜、まあ10時ぐらいに宴会がお開きになったんですよ。で、そっから、まあ11時ぐらいに寝ちゃったんです。で、寝て、で、11時に寝てね、普段俺、まあ寝るの2時3時ですよ。で、そこで11時に寝ちゃったら、なんかね、明け方目が覚めちゃってね。で、あれ、と思って、で、東京の個展も近いし、じゃあ帰ろうかな。朝飯特にあるわけじゃないので。で、車運転しだしたら、6号線、今ね、国道6号線、原発の脇ですよ。で、あの辺は20キロちょいぐらい、駐停車禁止になってんです。駐停車禁止で、その間、とにかくもう走れと。もう通り抜けろって感じですよ。原発の事故が本当にあったのかどうかはわかんないですね。もう福島の人たちに聞き取り調査したわけじゃないのでね。ただ、本当にあの事故ってあったのかどうなのかは本当わかんないです。不明です。被害も出てないし、なんかねっていう感じなんですよ。どうなんですかね。周りの人に聞いても、聞こえてこないっていうか、被害が聞こえてこないっていうね、感じです。本当だったんですかいなと。まあ、疑問は持ってます。んでね、まあそれはいいんですよ。で、俺夜10時まで飲んで、で朝6時半ですよ。6時半にね、まあ3月だから6時半って言ったらまだちょっと薄ぐらい、もうまあ明るくはなってますけど、その前に俺6号線ガーッと走ってて、で、みんな7、80キロで走ってくんですよ。もう夜中のね、人気のない国道ですよ。で、6号線ってのは、もうほんとアップダウンだけで、ほんとにこう平坦な道です。で、そこ、まあ、多分70キロぐらいは出してたでしょうね。ほんで、目の前に、ずーっと看板立ってんですよ。獣に注意っていうね。で、逃げた人たちが、原発事故でね、逃げた人たちが、みんな豚舎とか牛舎を開け放して逃げてったわけですよ。ね。だから当然じゃないですか。ね、彼女ら、彼らは、もう、餌食えないわけですよ。もらえないわけですよ。ほんで、その中で、豚舎、牛舎を開け放して逃げてって、そしたら、山のイノシシたちはね、もう、豚舎が開いてるっつったら、もう、白人の女の子がすっぽんぽん裸でポイって置いてあるようなもんですよ。んで、まあ、イノシシと豚の交配が進んだわけです。で、イノブタちゃんがね、やたらと増えて、ほんで、まあ、あと、牛舎も豚舎も空いてるから、そういう獣たちが野生化してったわけですよ。なので、夜中になったら、
そういう連中が国道に出てくるんです。そうすると、やっぱ事故ったら結構大きい事故になるわけですよ。ね。なので、とにかく獣に注意っていう看板があっちこっちに立ってます。6号線沿いはね。で、俺も朝6時半頃走ってて、何かが飛び出したんです。目の前にね。多分、イノブタだったと思うんですけど、で、急ブレーキガーンとかけたら、俺はハンドルにここを眉間をぶつけてね、で、こっからちょっと血を流しながら気を失ってたんです。脳震盪を起こしたんでしょうね、きっとね。で、誰かが通報してくれたんです。何にもぶつかってはいないんですよ。ガーンとブレーキ踏んで、で、その時にハンドルにガーンと頭ぶつけて、で、そこで気を失ったんでしょうね。で、次に気がついた時は、もう警官5、6人に囲まれてね、で、どん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 、その、ガラス叩かれてね、で、大丈夫ですか？大丈夫ですか？で、外から声聞こえてくんですよ。で、それで、目を覚ましてね、で、窓を開けて、受け答えして、そしたら、あれ？旦那さん、お酒召し上がってますか？って言われて、もう昨夜飲みましたってね。で、俺の頭の中は昭和のイメージなんですよ。これね、皆さん気をつけてくださいね。昭和のイメージでは、まず飲むんだったら泊まれと。泊まれば大丈夫だっていう感じだったんですけど、それが数値を見せつけられるとアウトでしたね。で、俺は免許停止2年間食らいました。これね、丸森の里山ですよ。で、バスなんて1日に3、4本ぐらいですかね。朝晩子供らの、まあ子供ら学校行く時間と、あとはまあ昼間1本2本です。バスってね。あしたら、まあ暮らせないですよ。豆腐一丁買いに行くのに、はてどうしましょうかという感じでした。で、アシスト付きのチャリンコを買ってね。で、それで、まあ2年間やり過ごした2年半ですね。でね、本当にグラス一杯、居酒屋でいうグラス一杯の、まあ日本酒でも、まあ酎ハイでも何でもそうですよ。で、あれが大体数学的に2時間半から3時間です。あれを体内で、まあアルコールを消し去るのにね。だから、大体、まあ3杯飲んだら4杯飲んだら、4杯飲んだらもう10時間ですよ。だからね、朝、午前様で飲んでね、12時まで午前様で飲んで、朝、事故ったら、もう、飲酒運転の極悪非道人で、保険金も降りないですよ。気をつけてくださいね。本当に俺の場合はたまたま事故らなかったんで、まあ、2年間、本当、笑い話で俺言っちゃいますけど、笑えないですよ。2年間この田舎で、ね、免許がないって、本当に笑えないですよ。禁錮刑と一緒です。本当禁錮刑と一緒です。で、でもね、まだ事故らなかったからよかったですよ。これ事故ってたら、飲酒運転で、どこそこの誰べえが飲酒運転で事故りましたと。ね。んで、誰かに危害を加えてたら、これ保険金も何にも下りないですからね、きっとね。ほんと恐ろしい状態です。で、それを、まあ2年間、2年間を、その前は30年間ゴールド免許ですよ。俺、違反、とかはね、それは普通のレベルですよ。普通にね、まあ人気のいない道路では10キロ20キロオーバーはやってますけど、でもまあ普通の範囲です。
そういう中で2年間免許取り消しですよ。免許取り消し、本当にね、笑い話にはならないです。本当に金庫系ですよ。田舎じゃね。都会だったらね、そうでもないかもしんないですね。で、今年の4月、今年の2月に免許センターで試験は合格したんです。そしたら、今度は、入り口も出口も自動車学校なんですよ。入り口は飲酒運転で取り消し食らった連中ってのは、1ヶ月間を置いて2日間の講習を受けます。自動車学校でね。で、その間になんか反省文みたいなの書かされるんですよ。自分のその飲酒の目標みたいなのでね。で、なんか目標をクリアできたら二重丸みたいなんとかね。で、クリアできなかったら半丸みたいなんとか。で、それを1ヶ月間、なんか夏休みの絵日記みたいにつけさせられるんです。で、まあ適当にこなしますよ、そんなもんはね。で、それで、まあ入り口は自動車学校で、出口が今度は高速道路と、あと、なんかの講習、人命救助っていうんですかね。それの救助を自動車学校で受けないと免許がもらえないんです。これ、癒着ですよね、きっとね。両方で約5、6万かかりますよ。自動車学校2日間と、あと、卒業の時のやつ。両方で5、6万かかりますよ。で、それがね、おい、2月に免許センターに直接、運転できないわけじゃないから、免許センターに直接行くわけですよ。で、まあ、12回、11回かな。で、取れました。まあ、仮免が受かるまでっていうコース内のやつと、あと路上が5回かな。で、まあ、取ったんですわ。そしたら、今度は自動車学校が高校生で満杯なんですよ。でね、2月に受かったのに、そっから約2ヶ月間ですよ。免許もらえないわけですよ。それ、自動車学校のやつ終わんないと免許もらえないんです。で、やっとこすっとこそれが取れたのが4月でした。で、4月、今6月ですよね。この間から俺初心者マーク貼って車運転して歩いてますよ。だね、本当に昭和の皆様、ここは昭和の皆さんが多いと思うんです。昭和生まれの方がね。皆さん本当に気をつけてくださいね。本当にシャレになんないですよ。笑えないですよ。免許奪われたら、都会の人はまだいいですよ。田舎で免許ないってのは、もうほぼ禁錮刑です。禁錮刑俺2年間食らいましたよ。で、罰金は35万ですよ。そんなに悪いことしましたかねと思ったけど、でもこれがもし事故ってたらって思ったら本当ゾッとしますよね。だからぜひ本当に気をつけてください。これは本当に気をつけてくださいとしか言いようがないですね。警察ってね、なんですかね。俺ね、人生で初めて就職したのが宮城県警ですよ。俺ね、市役所とは何度か言いましたけど、宮城県警です。初めて就職したのがね。でも、3日目に失敗したなって分かりました。俺には全然向いてない。本当に向いてなかったですね。だけど、今から40年以上前ですよ。警察に入ったのがね。まだ、なんかね、
人の心がありましたね、警察にもね。北海道とか旅に行った時にね、バイクで行くわけですよ。で、バイクで行ってね、で、函館山とかね、夜8時以降はバイクが入れないって書いてあるんですよ、入り口にね。で、どうも地元の連中が函館山でタイムレースやって遊んでたらしいんですよ。で、それで事故が何件か起きて、で、夜8時以降はそのバイク入山禁止みたいなね、そういうのがかかってあって、で、バイクでフェリーがついてね、で、函館山に行ったら入山禁止って書いてあって、そしたら、あれ入山禁止なんだって思ったら、上からパトカーが降りてきてね、で、何、函館山登ろうとしてんのかって言われて、うん、でも入山禁止って書いてあるからねって言ったら、今だったら誰も見てねえんじゃねえかって、おまわりさんが言うんですよ。でね、じゃあ行っていいんですかって聞いたら、いや、俺は警察官だから行っていいとは言えないと。だけど、今の時間だったら誰も見てないんじゃないのかなって独り言を言っただけだって言うんですよ。ね。で、いや、なるほど、わかりましたという感じですよ。なんかね、優しかったですね。警察官が優しかったです。でね、もうちょい話してみましょうかね。中学校じゃないですね。小学校の、おそらく、1、2年生ぐらいです。の時にね、おばちゃん家に泊まりに行ってね、大河原っていうところにいる、まあ、旦那さんが大工さんですよ。で、そこん家に泊まりに行って、で、まあ夜、なんかね、まあ同僚なんでしょうね。大工さんだったのかどうかはわかんないですけど、で、それが飲みに来てたんですよ。友達がね。そったら、夜ね、電話するんですよ。そろそろ迎えに来てくれってね。で、そこんちの息子が迎えに来るんですよ。で、その息子ってのが中学生ですよ。中学生がね、クラウン運転して、親父を迎えに行くんですよ。で、おう、先週運転教えたんだって言ってね。先週運転教えられた中学生の息子が親父を迎えに来るんですわ。で、おう、飲んで帰るより安全だからな、っていう感じでね。なんか、そういう時代でしたね。そういう昭和ってなんかね、そんな感じでしたよ。適当というか、いい加減というかね、なんかそんなにギスギスした感じはしませんでしたね。今はもうそんなことを許されないですよね。中学生が来るまで親父迎えに行くってね。あとね、SIM カップ、北海道の SIM カップっていうとこですね。で、ある駐在さんがね、その、まあ頑張っちゃったわけですよ。そこでね。で、もう何十年間も無免許で、まあ500メーターぐらいの道をね、トラクター走らせて、で、いたじいちゃんがいたらしいんですよ。で、誰も他の人通る道じゃないですよ。国道でもないしね。それを捕まえちゃったらしいんです。無免許運転でね。そしたら、今度の駐在は、不定野郎だと。道路交通法上は、当然いけない行為です。
だけど今度の駐在不定野郎だって言われてた中で、さらにね、そこのまあ地元で結婚式って言ったら、まあ魚屋さんの2階でまあ宴会やるわけですよ。でその宴会の帰りの人たちを飲酒運転でパクりまくったらしいんです。そしたら今度の駐在も勘弁ならねえって言うんで、地元でねそれを村八分にしたらしいんですよ。村八分にされたらもう警官何の仕事もできないですよ。もう相手にされないっていう感じでね。あったら北海道警の道警の本部長が謝りに来たらしいですよ。うちの若いもんが地元の風習に合わない取り締まりをしてしまいまして申し訳ありませんって言ってね、おお、これはいいよってね。まあそんな感じですよね、昭和ってね。なんか何ですかね、今日は何を話したいんですかね、俺はね。まあでも昭和っていう時代はまあ柔らかく優しかったですね、どっかね。今の時代はもう杓子定規、本当杓子定規ですよね。検察官、俺35万の罰金受けた時も検察官は人間じゃなかったですね。人の話何にも聞かないですよ。何にも通りません。で夜泊まったんで朝飲酒運転っていう意識はありませんでしたって言ったら、じゃあ認めないんですかみたいな感じでね。ほんとトカゲだったのか何だったのかわかんないですけどね。まあとにかく皆さん気をつけてください。本当に気をつけてください。昭和の感覚ではいかないですよ。居酒屋のメニューの一杯は2時間半です。あれ4杯飲んだらまあ10時間ですよ。だから俺は8時間半後に捕まりましたけど、前の日に嫌なことあってやけ酒飲んでぐでんぐでんまで酔っ払って、で次の日二日酔いでね動けなくなって、夕方やっと動けるようになって出かけてって、それで捕まったっていう人もいます。16時間半後に免許取り消しですよ。だから本当にね、本当に本当に気をつけてくださいね、皆さんね。俺はもう痛い目に遭いましたんで本当に気をつけてますという話ですかね。何ですかね今日はね。まあそんな話でした。今日はね、これからコースター、明日コースター取りに来るっていう人いるんでコースターを染めようと思います。で前回が何だっけ、土曜日ぐらいですかね、日月火水とほとんど寝てましたね。普段俺寝れないんですよ。夜寝てもせいぜい1、2時間っていうところが、ここ3、4日間はね、とにかくやったらと眠くて、もう今も半分眠いんですよ。今も半分眠いんですけど、なんですかね、これ、宇宙と情報をなんかやり取りしてるんですかね、どうなんですかね、わかんないです。とにかく、一日、1、2時間しか起きていられないみたいな感じでしたね、ここ3、4日。で、まあ、眠気をなんとか振りほどいて、明日コースター取りに来るんで、でまあコースター染めるところをこれから動画撮ってみようと思ってます。あとね、前回言い忘れた
佐野葵ちゃんってね、ミンキーっていう俺の分霊ですよね。分け身玉分霊だったやつが、葵ちゃん子供の頃ずっと可愛がっていたみたいなんです。だから葵ちゃんってのはちょっと俺ミンキーに預けられたなっていう気がしてね。まあそんな思いもあって、まあ大したことをしてやれないですけどね。でも、まあちょっとご紹介はしたいなと思った感じです。いい子なんですよ。まあ性格がね、本当にいい子で。まあ、興味があったらぜひ応援してあげてください。というとこの話ですかね。何ですかね、今日はね。まあでもね、イラクも RV、まあ、ぼちぼち来そうですね。イラクの3年間ですよ。3年間分の予算が官報に乗りましたね。3年間ってことは安定してこれで行くよっていう意味だと思います。それが官報に乗ったってことは、もうこれで行きますからねという発表ですよね。だから RV ってのもまあぼちぼち発動してくるんじゃないでしょうかと、まあ思うっていうか期待するっていう感じですかね。おそらくでも発動するんじゃないですかね。わかんないです。これ約束はできないですけど、なんか 3.81 っていう1ディナールイコール 3.81 ドルっていうところにどうも落ち着きそうだよという噂が流れてますね。すごい金額ですよね。だって桁3つ、0 3つ消えちゃいますよ。今1300とか1100とかね、その辺、1100、1300ディナールイコール1ドルが、まあ、でも、イラク、いじられまくる前に戻るって感じですよ。その前が 3.2 ぐらいだったのかな。3.23 ぐらいですよ。1ディナールイコール3.23ドルぐらい。だからそこに戻るよという話ですよ。当然の話です。だってイラクって油田があって、ガス田があって、ガス田も手つけてないんですよ。油田だけで間に合っちゃってんです。そんな資源が豊かな国がバンバンに叩かれちゃったわけですよ。いじぐられてね。ベトナムもそうですよ。ベトナムドンってのもいずれ帰りますよ。まあそういうところの話ですかね、今日はね。じゃあまた興味があったらぜひ遊びにいらしてくださいね。じゃあまたね。